ユリさんもこちらにいらしてたんですねええ計画には小委員会も関係しているからもっともやってることといえば数値の計測と子守ぐらいだけどお兄さんに聞いたけど大変だったらしいわね兄と会ってるんですかええ仕事をちょくちょく頼んでるわもしかして お兄さんと会ってないのデュランダルが停泊してるって聞いてるけどお兄さん彼らと一緒にいるはずでしょえ,ええい,いえ実はあの事件以来なんかギクシャクしちゃってそう心配してると思うわよ顔ぐらい見せてあげたらいいのに前哨してみます